今、同僚の小西杉雄亮参議院議員が行った発信者情報開示請求手続きにより、重要な問題が明らかになってきました。国会質疑の動画を編集して、本来の意図とは全く違う内容のフェイクニュースを作り上げ、拡散し、野党を攻撃してきたツイッターアカウントの運営者が法人であることが分かりました。しかも、バズフィードニュースの調査によれば、その法人は自民党の議員や支部との、自民党の支部との取引があることも分かりました。まもなく解散・総選挙が行われます。総理、今回の選挙ではお金を使ってネット工作を行い、選挙の結果を不当に歪めるような卑劣な行為を自民党の議員に行わさないと、この場でお約束いただけませんか。総理の明確なご答弁をお願いします。今だけ金だけ自分だけ一部の人だけが得をする忖度政治はもうやめましょう。政治を変えるのは主権者の皆さんです。